マヌス島はパプアニューギニア、マヌス州の島で、アドミラルティ諸島最大の島である。マヌス島本島はパプアニューギニア全体では5番目の大きさで、100KMSX30KMS の大きさを持つ。島のほとんどがジャングルに覆われ、低地熱帯雨林気候に属する。マヌス島には標高700メートルの山岳地帯があり、その起源は火山活動によるものである。 800万年から1000万年前に海底が隆起し、島の地層は火山性地層及び珊瑚礁からなる石灰岩から構成される。マヌス島の人口は約3万3000名で、マヌス州の州とロレンガウが所在する。マヌス州のターミナル空港であるモモテ空港は、マヌス島に近接するロスネグロス島に所在する。ロスネグロス島とマヌス島は、 ロニューブリッジと呼ばれる橋でつながれている。また、桃木空港はかつて日本軍が整地したものであり、その跡地を今も空港として使っている。空港の近くには日本軍とアメリカ軍の記念碑がある。空港からタウンまでは車で1時間ほどである。島の幹線道路は少なく、桃木空港からロレンガータウンまでをつなぐ道と、 住民たちがハイウェイと呼ぶマヌス島の中央部までの村をつなぐ道のみである。しかし、校舎は道が舗装されているところも少ない。西側半分には実質者の通ることのできる道は存在しない。西側の村に住む住民たちの交通手段は10人ほどが乗れる小さなエンジン付きのボートであり、タウンから西の端に位置するビピ島までは8時間程度かかる。 島には二つのハイスクールと二つのセカンダリースクールが存在する。タウンにはコム、ハイスクール、マナス接近デリースクールがあり、桃手空港の近くにパッポタライ接近デリースクール、少し離れた島の西側にもう一つのハイスクールがある。1942年に日本軍がマヌス島に基地を建設する。1944年2月から3月にかけての アメリカ軍によるアドミラルティ諸島攻略戦でマヌス島は攻撃を受け日本軍は全滅したその後連合国軍が支援艦艇を常駐させ補給拠点の一つとなった第二次世界大戦後には b c 級戦犯裁判の物体となったシンガポールで行われたイギリス軍による軍事裁判で西村拓馬中将はシンガポール下境虐殺事件への関与により 終身刑が宣告された。西村中将は、オーストラリア軍憲兵によって、香港からマヌス島に移送され、マヌス島で、オーストラリア軍の軍事法廷で再び裁かれた。検察側は、パリスロンで西村が、オーストラリア軍、インド軍の負傷兵に対して、銃撃を命じたと主張した。西村中将は、有罪判決が下され、1951年6月11日に、 公主形とされた。1950年9月5日、マヌス島に収容されていた先般ら16人が横浜港に帰国した。マヌス島に第二次世界大戦前及び戦後に暮らしたアメリカの文化人類学者マーガレット・ミードはその著書グローイング・アップインニューギニアで島の様子を象述している。オーストラリアはパシフィックソリューションの一環として2001年。 マヌス島に交流センターを建設した。これは難民申請者のオーストラリア国内滞在を許さず、国外で難民審査を行うための施設である。センター最後の収容者はアラジンシサーレムで、彼は2003年7月から独房に収容され、2004年6月に亡命者保護が許可された。その後、オーストラリアによる難民施設は再開され、 2016年現在も、スーダン人をはじめとした、多数の難民の収容が続けられている。ありがとうございます。